こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットワーを始めていきましょう。今回は9位武蔵野ホーネッツと、戦いたいと思います。その前に1周、空いてますので練習試合を行います。何だったっけ、武蔵野ホーネッツか。攻撃布陣。おっと、悩んでます。で、どうなるか見てみましょう。テストです。一気に見てますね。あーっと。ここどこですよね。さあ、前へ、積極的に前へ、前へ行きます。さあ、これで、ユーナ、スピードが足りなかった。一気に戻していかれます。笠沼。おー、危ない。一気にカードをもらいます。節子。おー、超えました。節子、ナイス。さあ、チャンスだ、さよ。どうだ、キーパーに当たって左に弾けました。さあ、コーナーキックです。さつき、当たった。さつきが自分で拾っていって言うなだが、決めてほしかった。おっと、ピンチだ。2回目、はい、入れられてしまった。これキーパーいじめですよね。内山。先取点入れられてしまいました。幸子。おっと、クラリス。さあ、センタリングをかかってエリカ。左。わずかに入らない。エリカに渡ったエリカ、ちょっと無理しすぎだ。全体の動きはバラバラだと言われております。エリカナイス。サツキに変わりまして、エリカがやって、反対サイドのクラリス。ちょっとボールをこぼしてフラスコに取られてしまった。フラスコ速いです。スピードがあります。上草にチェンジ。はるかが取りましたね。さあ、一気に前へ出ていきます。ジャネット、外に苦し紛れだ。さあ、どうだ、センタリング。ジャネットが縦に。これで試合終了。ボール支配率は高いんですよね。ただ、決定力がな。
まいち決めきれないという弱点はあります。はい、課題を3ついただきましたので、おーっと節子の怪我だ。さスタメンをちょっと見直してみましょうの前に、天津飯じゃないですか、そう、これ。選手データを見てみましょう。この怪我をしたのが、節子にし、50万ですね、安い。まどかとひらりがあと1周です。早く戻ってきてほしいですよね。はるかの特訓です。あんまり行くかもない。まあこんなもんかな。こんなに極端に少ないとは言えないですよね。さあキックオフをします。さあ黄色いスタジアムです。目立ちます。黄色さんの夏木の跳躍力。さすがくるみだが、くるみのマークは鋭い。うまい。みゆきシュート。おっとこれはどうなるんだ。ハイハイダンスですね。喜んでます。これみゆきが取って、みゆきが、ああなるほど、バーに当たってキーパーに当たったからオンゴールではないですね。緑が執拗に動いていきます。
おっと危ない、急にピンチを訪れますからね、サッカーここは怖い。2本3本ナイス。もたもたしてるとやっぱりこういうことがありますよね。さあチャンスだ、くるみに渡った、1対1決まった、2対0この作用だったかな、作用じゃない、さつきのパスは見事でしたね。くるみが落ち着いて、ゴール決めました。さあこれで2点差になった。おっと緑越えられた。さあここはついていきますが、が一気に上げて、ここに待っていた、あっとタイミングが合わない、緑。緑の運動量が結構気に心配です。くるみ越えられた、夏木が直接キャッチ、オフサイドですね。さあ武蔵ホーネッツ攻めの姿勢を見せます。ゴール前だが、おお通らず助かりました。さあさつきへ、これがこちらも通らない。夏木がまた取って、夏木がうまいキャッチ見せますよね。中盤に比較的負荷がかかりやすいっていう感じですよね。後半戦です。またあの攻めにかかってきましたね。さあ縦に一気に、それをクラバに捉えてしまった芋川、相手が結構リフレッシュしてますからね、気をつけないと。緑、おっとこれはサツキだ、だんだんと捉えてきます。ちょっとここは危ないところ。さあ外しましたが、おっと幸子とさよがさすがに疲れてきて、一気に変えましょう。ここはそれだけ疲れてるってことですけどね、ちょっとなんか動けなくなってるね。南から美雪萌が一気に上がってきまして、奈良子だが抜けられてしまう。判断がいい、時間がどんどん経っていきます。美穂がセンタリング、これをくるみヘディング決まった、3対0。すごいエンディング鮮やかです。さあここ守備陣も変えていかないといけません。
こうかな。こう変えていきましょう。さあこれで一気に中盤の選手が交代しました。さあミオがもう7個。さあ次、さあ緑に渡った、落ち着いて決めてくれよっと。セリが前に出ています。おっとどうしたんだクルミ。さあゴール前、これはキーパーチャージですね今のは。さあもうほとんど時間はありません。アディショナルタイムは1分、試合終了です。3対0完勝でしたね。こちらもおっとび。さあ先取点を取ったのはこれですね、緑、みゆきがシュート、そこをこぼれたのをキーパー取れませんでした。反射ですね。そして前半21分、これですね、見事でした。もうスルーパスも見事でしたし、くるみを落ち着いて決めました。これですよ、あのギアチェンジがすごいうまい。後半ぐらいから比較的ピンチが多かったんですが、その29分2本上げたとこ、クルミがこの走り飛び込み見事ですね。早直後緑がこれですね、決められなかっただけに、よりやっぱりエースストライクの差っていうのは、はっきりしたんじゃないでしょうか。まあ、くるみはさすがですね、決定力が高い。お？さあ、4位です。7勝4敗。筑波田ガマとは勝ち点1に縮まりましたね。そしてですね、キアリーがマロカが戻ってきました。これは嬉しい。頑張ってくれました。で次の試合も期待したいと思います。
回も3対0と快勝となりました。次回がタマミラージョですね。8位12位、比較的上位じゃないチームなんで、まあ C とか多いですからね、これは勝たないといけないと思います。ということで、練習を見ながらお別れしたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。今、チャンネル登録者数900人で、あと100人で1000人に達成いたします。ぜひぜひ、ご協力よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画